はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエスト、モンスターズ、テリーのワンダーランドレシピ、続きやっていきたいと思います。今回は何をしようかと言いますと、これね、横にね、またカンダタ出てきたので、前ね、カンダタレディスって自分取りましたよね。それで、コンプリートはしてるんですけど、これ、パーティー見たらわかるんですけど、こっちか。カンダタシリーズ。まぁ、ちょっと鍛えたんですけどね、カンダタレディスだけね、まぁ、究極になってないですけど、他全部究極にしました。ただね、パーティー限られてるので、まあ、いつも使ってるね、偽名将軍とかね、ダイヤモンドスライムとかで、身代わりとかそんなんやってないので、ある程度までしか強くしてないので、まあ、こうした方がいいっていうのはいっぱいあると思いますけど、多分今回しかやらないので、反映されないんでね、まあ、楽しむ手で見ていただければいいと思います。決してね、超絶プレイとかじゃないので、そこだけご了承ください。まあ、インコタクはいらねえ、かかってきな。ということで、まあ、こういう状態になってるんですよね。神田田ワイフ、神田田親分。神田田は、ここでね、まあ、出現しないと手に入んないモンスターですけど、ワイフと親分は卵から出るので、だね。じゃ同じパーティーでやってみようか。かかてっかな。結構強くてね、いつものパーティーだったら余裕で勝てるんですけどね。はい。全く同じ。いいやつ。どっちがどっちだかわかんない。いいやつとかラブリーとかいろいろ使ってるんで、こっちもね、いろいろつけてますので、どっちだこれ。どっちがどっちだかわかんねえ。天天地位は相手だもん。はい、3連ステルスアタック。まあ、いろいろつけてますんで。まあ、何つけてるかとかね、後でやりますんで。ただ、即席なんでね。強いですよね、ステルスアタックね。これよくやられるんで、自分。はい、ステルス。まあ、今回ね、これだけなんですけど、何もらえるんだろう、これ4回目なんだよな。あ、ワイフもらえるんだ。次親分もらえるのかな。これ多分でも卵でもらえるので、はい、まあ、またもちやりますけど、ワイフね、まあこんな感じですね。スキル全振りしてないんだよな足りなかったんですよ、スキルが。だからもう一回配合してレベル上げないとたまんないので、まあ攻撃力だけ高いんでね、会心と力の奥義とか持ってますけど、全然意味ねえっていうね。まあ、ここら辺はね、いつも通りなんで弱いのからだんだん強くなっていくので、ね。それで今ね、最強マスター4になってるんですよ。あがきはね、結構今食らいましたね。相手の HP がね、例えば1だったとしてね、まあ900ダメージ与えたら899返ってくるような、まあそういう感じで持っとけばいいかな。まあもうちょっと違うんだけどね。まあそのぐらい来るかなっていうぐらいの覚悟ではいた方がいいかな。で、カンダタレディースもね、自分ね、鍛えたんで、これもね、ちょっと足んなかったんだよね。で、レディースが SS プラス99で星になってないので、これ星つけたらちょっと強いんだけどね。だからまあ何回かやればいいんだけど、この即席作るのに、1時間半ぐらいかかってんので、自分全部究極にしてねやってたんですけど、レディース出てこなかったんで、だからちょっとお遊びなんですけどね。はい、冥界の切り使いがね、ギザオラル効かないので、ちょっとお遊びでね、どこまでできるかやりましょうか。今回はね、上がんないかな。2400万からね。ああ、まだ余裕ですね。ここら辺はね。だんだんまたシャムダとか出てくると思いますね。そこら辺になってくると勝てないかな、このパーティーじゃ。ちょっとやってないんでわかんないですけど。もうちょっと強くできるんで。超高度速いの冥界の霧の、さらっとメタルに600与えるっていうね。まあでもモンスターズ普通ですからね、それね。通常のドラクエだったらありえないって、ね。
でも強くすればね、ドラケ7なんかそうなんですけど、強くしたら普通にダメージ通りますから、ね、メタルなのに1以上与えられるようになるので。相手レベル低いね、まだね。ここら辺は楽勝なんですけど。こんなの多分コンプリートするのが多分するとしたら、まあ一番最後に、まあレディース入んじゃねえかなぐらいのモンスターなんで、ね、こう種とかで底上げすればいいんですけどね。だから裏作業がめんどくさいっていうのが、こう例えば種取ったじゃないですか、ね、今52個あるけど、まあ今は全開まで振ってるんでね、そのモンスターがここまで振れますよっていう状況まで全部振ってるので、あれですけどね、何回も何回もやってね、やるしかないので、まだテリワンなんかまだいい方なんですけど、ジョーカーとかになってくるともっと時間かかるんでね。だ現実問題、まあできる、例えばモンスター作るのにすごいやっぱね、大変なんですよね、これね。だから1日に何個もできないしって話なんで、まあこれ作ってくださいって、例えばね、3件ぐらいあったとしても、まあいつも言ってますけど、すぐにできるわけではないと。だから2週間待ってます、1ヶ月待ってますって言っても、それ以上待ってる人普通にいるのでねって感じでね、前リクエストやってたんで、絶対できるというわけじゃないですよね。まあ今日左上の時間見たらわかるんですけど、10時40分ぐらいですじゃないですか、今昼休みなんですよね。まあ動画とかでも言ってるんですけど、自宅がオフィスなんで、自営なんでね、家なんですよ、自分、会社が。お、勝てないか、これは。いつものメンバーだったら余裕で勝てるんですけどね。あ、いけっか。おー、レディース。レディースがちょっとね、やっぱ3枠なんで HP 高いっすよね。だから、いつもの、まあ、魔王の使いは別に変えてもいいんですけど、まあ、ギュメイ将軍とね、レパルドとダイヤモンドスライムのパーティーやってんじゃないですか。あれがどれだけ強いかですよね。あれに勝てんの1枠4体のこのステルスパーティーとかだったら自分のパーティーは壊せますんで。ただそこまで自分も作っていいけど、またレベル上げるの大変なんで、それだったら違うモンスターで遊んでみようということで今回遊んだだけなんでね。だから他でやるかはわかんないですけど、気が向いたらやると思いますので。多分やらなくちゃいけないってやると、なんかね、作業やってるような気分になるので。ダメだね。これはちょっときついね。身代わり来るともダメかな。まあ、これは神田とワイフの皆殺しとか当たればいいけど。でね、このパーティーでずっとやってていいのって感じなんだけど、多分ね、ここいつもだったら勝てるんですけど、ああ、やっぱこうなるよな。やっぱパーティーって大事だよね。だから、例えばリクエストとかでね、例えば神田パーティーでやってくださいとかね、神獣系でやってくださいとかよくありますけど、こっちはね、決められたパーティーでやらなくちゃないけど、相手って決められたパーティーじゃないじゃないですか。例えば、ね、こんなんでも、まあリーズレットとかもいるし、まあスライム系とかで相手決まってるわけじゃないので、だから、まあ、なんだろうね。まあ、限定されたスキルでやらなくちゃいけないとか、特性でやらなくちゃいけないっていう話かな。簡単に言えば。だ元の持ってるモンスターの、まあ、強さを引き出しながら戦うっていうのがまたね、リクエストになると難しいので、だからそれでね、ゴッドマスターなれとかね、勝ってくださいとか言うと結構至難の技なんで、同じようなパーティーだったらね、勝てるときあるんですけどね。相手がね、本当にね、まあ、ガチ勢の方ね。まあ、ガチ勢の方だったらね、こっちのリクエストパーティー見たらね、ああ、リクエストでやってんだなーってすぐわかると思うんですけど、まあ、そういう方にはね、まず勝てないので、同じようにね、こっちもガチでやらないといけないので、で、ガチでやると、リクエストパーティーが使えないので、
こっちも相手も強くなっていっちゃうんでね。このテリアンはそうでもないんですけど。ね、普通に負けてくるよね。さて。サムダー無理だろ、これでは。3枠3枠だけど、同じなんだけど、だって、カンダタレディスの横にダイヤモンドスライムとか置けば、まあ、なんとかなっかなーってのもあるけどね。もうこの時点でアウトなんで。受け付く波動は装備で自分無理やりつけてますんで。まあ、やるまでもないけど、一応リザオ封じなんだよね、これね。冥界の霧。このゲーム、晴天の霧ないからね。999以上行けばいいんだけど、行かないからね、これね。はい。ダメだ、ダメだね。ということで、なんでずっとこのパーティーでやってんのって話なんだけど、まだ更新してないんですよ。これね、昨日カンダタ出てきて、そのままにしてあるので、更新ってやるとカンダタ消えちゃうのでね。あ、これもっと強いわ。魔王ジェム結構強いんだよな。魔王ジェムが結構強くて、相手のね、ギュメイ将軍が、亡者の執念持ってるから、冥界の霧でね、まあ、亡者リザオは消えるんだけど、おぉ、うわ、強いな。いや、こういうのをね、ダイヤモンドスライムで防いでね、やればいいんだけどね。おぉ、うわ、攻撃やられる前にやられたね。だからいつも使ってるのが、このギュメイ将軍みたいなのがかける2だよね。はい、ということで、ちょっと今回おまけですね。なかなか更新できるようなもんじゃないので。過酷のマスター更新ってやると、まあ今日はまだ更新してないので。まあでも出てこないですね。これはね、今回は簡単だ消えちゃいましたけど。このパーティーで、カンダタを倒したパーティーでやったらどうなっかな。どうなっかなっていうか、ね、何勝いけんだろうね。さっき6割ぐらいでしたよね、勝率ね。10回戦ってね。こっちのが案外強いのかな。レディースもね、強いっちゃ強いんだけどね。横にダイヤモンドスライムとか、まあ、身代わり系置いとけばいいかな。あれはどうしようもないもんだって。それだったら大魔王マデュラージャとか置いた方が全然強いと思いますね。カンダタリリースとかね、お、レア度が高いだけであって、使えるかって言ったらそうでもないもんな。ここら辺はね、勝てるからいいけどね。相手にもよるけど、まあ、うまくいけば、まあ、6から8勝ぐらいいけたんかな、さっきのは。ただ、ギュメイ将軍とかいつも使ってるパーティーだったら9割ぐらい勝てるんで、9、うん、まあ、運悪くてね、8割ですけどね。たまにうまーくね、相手にしてやられる時あるので。最初ね、人間じゃなくてカンダタ出てきたじゃないですか、相手。その時ってこっちすげえ強いじゃんと思ったけど、こういう対戦相手がね、人の作った相手になるとそうはいかないからね。だからそれ用のパーティーとか、普通にストーリーをね、攻略する用のパーティーとかね、ちゃんとあるのでね、このゲーム。だからどっちかを強くするとどっちか勝てないとかね。だから結局データ2個あれば一番いいんですけどね。リクエスト用パーティーとガチ用のロムとかね。ロムっていうか、これの場合スマホだから2台あればいいんですけど、2台持ってるんですけど、またここまでやるの大変なんでね。ただこれね、まあ、最後にスキルとか紹介しますけど、決してね、参考になるわけじゃないので、自分これでやってここまでやりましたって感じなので。だからこれをこう変えた方がいいとかあるけど、もうやらないので、それはね、あんま書かないようにお願いします。
もういくらでも改善する余地あるの自分知ってますんで、これ。じゃあやれって話なんだけど、あんま時間ないので、他のゲームやりたいので。今回も即席でね、あんま本当はカンダタパーティー作る予定はなくてやる気もなかったんですけど、せっかくだから今回だけ作ってみようと思ってね、ジョーカー3の時こんなことやったんですよ。だから一個一個完璧に作ってると本当にね、時間ないので、そこまで自分。おぉ。チェーン来たね。やるかやられるかでね。ステルスアタックは強いんだけどね。発動するとそのターンは攻撃できないよね。で、次現れた時もそれで終わっちゃうので、だけど威力は半端じゃないので、1枠4体並べてるとね、結構やられますね。だからそれ結構やられたんで、全部ステルスつけてやろうと思ってね、今回作ったんですけどね。シャムダのスキルとか、スラミンピンクとかね、あとなんだっけな。5種類ぐらいあるのかな、ステルスアタックは。あとなんだっけ、高熱ガスだっけな、ちょっと調べたんですよ。新しいエリワン SP のスキル。3D にはなかったやつね。11のモンスターが持ってるやつが、持ってるスキルで、ステルスアタックがついてるかな。でもシャムダが一番いいかな。あと、スラリン戦か。凍てつく波動もついてんだよね。で、武器がちょっと凍てつく波動持ってるので、だから冥界の霧ついてから消えるんじゃねえかなと思うけど、ダメだね、これね。こういうのをダイヤモンドスライムでと防げんですよ。身代わりで。だからいつも身代わりってやってましたけどね。お、だんだん負けてきたよ。だからこういうね、相手がね、AI だと、まあ、どこ、これも多分無理だな。ダイヤモンドスライム入り時点と、まずね、ブラート時点で強いからね。お、あ、威圧、待って。左落としてくれれば、どうにかなるかな。凍てつく波動、ボヤキーの、冥界で回復できないですよ。回復できないというか、回復がダメージになるので、だから自動回復がダメージになるんですよね。何リザをやってんだろうね。冥界かかってるから無理なんで、一回ないですよ。おお、ね、まあ、これ落ちますんで、普通に。ね。冥界、自動回復、ダメージになってます。で、ステルスアタックを2回なんて当たるよ。あそこ潰れたらダメだね。はい、全然ダメです。パンダタ親分がダメージ低いんですけど、攻撃アップ全然つけてないので、補助要因でやってね。作ってますんで。だからこれよりね、全然強くできますんで。だからこういうね、ネタで自分作ってますので、決してね、絶対勝てるとかじゃなく、遊べればいいかなっていうね。あ、メカ消えてんじゃん。3ターンか。2ターンだっけ ?3 ターンだっけ冥界中のリザオは効かないんで、効かないよね、多分ね。これ試してないけど、多分効かないと思うんですけど。回復かダメージだから。だから要は、ザオリクが、ザキに変わるって思えば。まあ、ファイナルファンタジーで言うね、アンデッドになってしまうみたいなね。これもまあ、勝率そんな高くないね。どうなんだろうね。やっぱ、どこいどこいなんかな。カンダタの種類がね、使えんのがね、まあ、この3体じゃないですか。カンダタと、カンダタ親分と、カンダタワイフとね、カンダタ子分と、カンダタレディースぐらいしかいないんで、並べられるって言ったら。だからそれ限定なんでね、それ限定で勝てるとしたら、ここら辺限界かな、やっぱり。超魔人斬りとかもね、一応使えるんですけど、使わないように封印はしてあるんで。それで、あ、そっか、逆にそれで、ダイヤモンドスライム潰してもいいかもね。どうなんだろうな。やっぱ作戦によるよね。まあね。まあ時間あったらでいいんですけど、このパーティーといつも使ってるパーティーのね、まあ対戦、結構最近のパートでやってますので、まあちょくちょくね、見てみたらいいかなと思います。
使う AI ね。超魔人斬り。もう超魔人斬りこれにしとこうか。ゼロ章なんか使っちゃって意味ねえもんね。ステルスアタックも意味ないし、逆に超魔人斬りでやってみっか、ね。当たれば一発だもんな。ダイヤモンド。あ、違う。これダメだな。アタカンついてるわ。でザラームも結構強いので。あ、斬撃封じ。ぶっ飛ん。おう。今いけっかなと思ったけど、やっぱ甘いよね。横が足引っ張ってんだよな。カンダタライフル結構強いんだけどね。これで行かないためだ。ザラームは多分無理だな。右のジョーカーは行ったかも。ね。で、ザラームにやられて終わりだ。ね、きついね、ここね。1枠で、あとダイヤモンドスライム入れたらね、やっぱ強いとか、やっぱ見てるとやっぱ分かってきますよね。あ、惜しかったな。2枠、1枠、1枠とかだったらいけたかも。モンスターによるけど。全部1枠だけど、これもステルスパーティーとかじゃない？まあ、ジョーカーどうなんだろう。あ、丸に守りに切り返し。あ、どうだ？ああ、ダメだね。発動したけど、もうそれしかやってない。ダメだ。もう終わりだ。カウンター食らわなければいけたかもね。今、勝率悪かったな、これ。どうなんだろうね。やっぱレディースとかの方がいいんかな。ちょっとね、お遊びですけどね。何度も言ってますけど。ただ、何々した方がいいと思う方いたら、自分で試してやってください。もう自分やらないんで。1、2、3、4、5。半分だね。さっきより勝率悪いな。ということで、パーティーですけど、まあね、こんな感じですね。シャムダ、闇竜シャムダのスキルが、これなんですよ。あのね、まあ、ステルスアタックがついてまして、ステルスアタック結構強いんでね。まあ、全体に、まあ、身代わりも貫通できるんでね。ただ使う、いつも使ってるメンバーにこれつけたら、もう相当強いんですけど、あと冥界の切りあればね、リザーとか防げますけど、まあ、そこをやったとて、もうこっちの耐久力とか弱いので、すぐやられちゃいますね。で、攻撃力アップ SP つけてるので、まあ、ステルスアタック結構強いんですけど、あとは、ここも同じような感じで攻撃力アップめちゃくちゃつけてるので攻撃力は高いですね。で、全部光の杖装備してるんで、凍てつく波動発動するんですよね。だから相手が、例えば今回出てこなかったけど、メカバーンとかで身代わりやるじゃないですか。よく。で、メカバーンってのが、硬くて身代わりやると、いきなりスカラテ使ってすんげえ硬くなんですよね。1しか効かないような。で、当たったとしてもビリビリボディっていうので跳ね返ってきてこっち痺れるので、それをね、なんて言えばいいんだろうな。いきなりスカラを、まあ、解除できて、で、いつものパーティーだったらね、強い人に、バイキルト使って、まあ、何でしたっけ、無双剣舞でしたっけ、それを使って、まあ、崩してるっていうやり方なんですけど、うまくいけば倒せるかなっていうね。ただもう、これも弱いね。もう本当に即席で作ったの分かりません。たたりとかいらねえし。スラニン戦が、これあれついてるんですよ。ステルスアタックとかね、まあ、ついてますけど、まあ、精霊の歌とかね。まあ、ゼロ章も使いようによっては使えるんですけどね。まあ、回復要因で入れたけど、あんまり意味ないね。ここがちょっと強いかな。ね。カンダタレディースが、まあ、いろいろ対策はしてるけど、だからね、このワイフとね、どうなんだろうな。ワイフ残しといて、この横の2体はいらないので、確実に。ワイフは強いからね。で、ここも、ダイヤモンドスライムに変えればだいぶ違うし、逆にこのワイフの横にダイヤモンドスライムを置いて、ギュメイ将軍あたり置いとけば、また違ったかなとかね、いろいろやり方はあるので、ただ今回神田立ち張りなんで、そうはいかないのでね、
まあ、ちょっと自分がそこまで上手くないので、まあ、ゲームはこういう風に楽しめばいいのでね、まあ、これで勝てる人はね、すげえと思いますね。すごいけど、決して偉くないので、だから自分もね、まあ、すごくないけど、すごくないし別に偉くもないので、ただ本当に遊べるっていう面に関しては、これが一番ね、楽しむ方法だと思いますので、まあ、そんな感じの動画をね、今回紹介させていただきました。だからね、またね、違うパーティー出てきたら、まあ、気が向いたらね、またやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ということでね、まあ、面白いですよね。まあ、こんな感じで、まあ、たまーにね、もう不定期になりますので、まあ、前も言いましたけど、ライブラリ 100% なんで、まあ、いろんなの使えますんでね。だ何々作ってくださいって言ってもすぐできるとかね、絶対やるってわけじゃないのでね、それだけね、ゴルフいただけばいいかと思います。はい。ということで、まあ、今回いつもより長い対戦でしたけど、いかがでしたでしょうか。まあ、これを機にね、これより強いカンダタパーティーをね、ぜひ、作成をね、目指してね、まあ、頑張ってみるのもいいんじゃないでしょうか。ということで、今回ここで終わりたいと思います。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。